はい、ということでね、ということでね、今日も、動画ね、撮っていきたいと、フォロワーさんに話しかけていきたいと、思っておりますよ。いやー、なんて言っても土日全く白猫やることなかったですね。やることないわー、白猫今本当に。もうね、なんでしょう、早く来てくんないと本当にね、モチベの維持が難しいとこなんですよね、本当にね。今日もね、ホラーさんとやっていきたいと思います。神玉。あ、元神猫さんですね。神玉。小菓子。Wherever you are 歌ってくださいと。あー、ワンオクロックのね。マジか。もうなんか前歌ったんですけどね、確か。前歌ったけどな。あれでなんだっけな、最初、始まりがわかる、思い、あ、I telling you ですよね。Yeah, I so fierce か。なんかもう初め、初っ端から歌うっていうのも、なんかそこそこ、そこそこね、いろんな意味でね、度胸が必要ですけど。Wherever you are, I will make you smile.Wherever you are, I'm always by your side.Wherever you say, 君を思う気持ち I promise you forever right now.Oh yeah. ですよね。僕らが出会った日は二人にとって一番目の記念すべき日だね。ですよ。結構ね、あの歌マジ好きなんですよね、俺も。まあね、ワンオクロックのタカの声がやっぱ素晴らしすぎるからっていうのもあって、めちゃくちゃやっぱ好きなんですよ、俺タカが。タカの声がほんと好きでね。スケノータさん、ミルクックは九州限定アイス。大当たりはクオカードですね。1000円分ですと。じゃあ当たったんや。1000円。わからんけど。あ、スケノータさんはじゃあ九州出身ということですね。それがちょっと一部バレてしまいましたけども。ミルクックね。聞いたことない人もだってこっち、関東で売ってないですよね、絶対。よかったですね。だからぜひね、今この流れで宝くじでも買ってみると、もしかしたら、300円当たるかもしれないんでね、ぜひね、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、次は、世界史アットマークマールさん、ヘクシュングッド、コガッチの好きな曲大体、あ、歌大体好きだなと。いや、いいですよね、あれ。I'm today someone's a friend.Today have a strong view that you are by your dominant use. Say you say this, never say this, so I hate you.Confess as no quality, you're skinny than that. 何言ってるかわかんないでしょ。ほとんど英語なんですよ。Never say when do I hate you. マジでもう死にて、みたいな。マジでもう死にて、死んじまえ。もうお前とかできても死んじまえ。バンティストともに眠るベイビー精神、いたつもりとも消えちまえ。え、どこの人どれからなの？そうそう、こんな歌ですよ。結構わけわからない歌ですけど、わけわからない歌ですけど、結構かっこいいっすよ。あれ本当にカラオケとかで完璧に歌うとね、結構ね、覚えたんが前、結構昔だったんで、結構今もううる覚え状態になってますけど。I'm never gonna like you, look for it, like to do me, she told me not to be like, just feel it, I'm the mood of free, not in every human, みたいな。A human beyond the streaming, streaming, dreaming. なんか、歌づくしたらちょっとやめとこう、もう。歌う、歌禁止。歌禁止です、もん。この動画においては、もういいわ。リベーター4とチケさん。本日、イベント、仕事中と。おう。わあ、お疲れ様です。頑張ってくださいね、チケさんね。何のイベントやってんすかね。ちょっと気になるところですね。芝猫さん。あ、お久しぶりです、芝猫さん。白猫のために iPad 購入と。あ、やっぱりなー、これも欲しいんですよ、Air2が。わかるなー、気持ち。本当にねー、どうですか、その使ってみた感想をちょっと教えてもらいたいんですよ、芝猫さん。どうですか、やっぱ iPad だとやっぱりぬるぬるサクサクピヨピヨみたいな感じ。すげえ気になるんですよね。俺も買いたいんだよな、マジでな。今一番欲しいものね、 iPad と正直プレイステーション4なんで、その2個が手に入れればね、もう俺最強ですよ。いろんなことができる。割れ目さんね、おでの言うこと絶対
愚者との対談、この、まあ、俺の言うこと自衛隊はまあ、いらなかったでしょうね。これ、はしょっても大丈夫です。これはいらなかったな。愚者との、愚者との対談、濃くて面白いで、小賀と。いやー、ありがとうございます。まあね、愚者さん、まあ、愚者さんにはね、僕はなんとか早くね、借金をね、返済して終わって、また課金、重課金プレイヤーにね、戻ってほしいと、願ってるんですけど、ワルメイさんはどうなのかな？やっぱこの感覚から言ってなんか無課金っぽいですよね、ワルメイさんね。どうなんでしょう。そこのとこが結構気になるとこですね。次、ジュストさん。ノロスさん。あ、竹若さんね、のサバカですと。あ、サバカ作ったんや、竹若さん。しかもフロリアで。なんでこんな、ジュストっていうわけのわからん名前にしたんでしょうね。ジュスト。ジュスト。めっちゃ言いにくい、ジュストって。だからここからはもう、ジュンちゃんって呼びます、これは。まあ、純ちゃんっていうか、もう、竹岡さんって呼びますよ。うん。次、イチゴールさん。お待たせ、グリーズでーす。みんなのグリーズだよ。武器は本気。新ミョル見る。バルハラオノスね。まあまあ、これ、グリーズにだけはちょっと抱かれたくないな。本当にな。白猫のキャラの女性キャラに、中で唯一、抱かれたくないキャラですね。これはちょっと、腰周りの筋肉とか半端なそうなんでね。やっぱ死んじゃうんですよ。この方とやっちゃうとね。というのもあってね。まあ、グリーズさんはちょっと勘弁してほしいな。まあ、みんなのグリーズだよというか、みんなあんま好きじゃないでしょうね。グリーズに関してはね。あんまり、なんかあの人気、そんなないですよ。うん。何を勘違いしてるかはわかんないですけどね。イチゴールさんが。グリーズさんはそんなに人気ありません。うん、多分ね。次、チャモさん。キャロ狙い、数十連ガチャ。結局、キャロ以外揃う。しっかり仕事したなぁ、センサーなぁ。なんかほんと不思議ですよね。なんかね、もう無心で引くのが多分一番やっぱいいですよね。ガチャって。いやー、かわいそう。でも俺もだってガレア狙いとかでいろいろ痛い目あってるんで気持ちはすごいわかりますよ、ほんと。心中お察しします、ほんとにね。チャモさんね。俺もキャロめっちゃ欲しいんですよ。あの子スキルタイプなんでね、ユイとの相性がバッチグーンというかね、バッチグーンなんですよ、本当に。次、イオリマンさん。ピンピン、ピンピン小賀さんに改名したって、本当ですか？嘘です。あ、多分これは、僕がね、ツイッターの方でね、今朝っていうか、まあ起きて、まあコンビニでちょっと飯買いに行こうかなと思って、郵便受けチラッと覗いた時に、あのね、これが中に入ってたんですよね。ああ、これこれこれ。これ、ツイッターの方でもつぶやいたんですけど、これね。見えるかな？まあ、ちょっと鏡になってちょっと読みづらいと思うんですけど、これね。男性がパワーアップと。あの喜びが蘇る。中高年男性の方へ、ピンピン。ということでね。どっからね、情報が漏れてるのかな？404号室に中高年の男性が住んでるという情報が漏れたと。わからんすけどね。あー、きついなー。俺困ってないんですよ、こういうのって、あんまり。別にピンピンだからね、常に。ピンピンっていうか俺ビンビンなんでね、基本的にはね。ピンピンって弱そうだしね、なんかね。さきちゃん。さきね、一番恐れてた事態が起きた。生後7日のハゲが出た。いや、いいじゃん、別に。ハゲそんな嫌がんない、嫌がんなよ、ほんとに。そんな嫌がんなよ、ほんとに。みんなだってもう声渋いよ、めっちゃ声渋い。これ、どう考えてもこの生体、7日の赤ちゃんじゃないでしょうね。その男、生後7日。絶対嘘でしょうよ。怪人だよな、ほんと、これ7日って。いやでもね、弁慶はまあ、だから正直弁慶絶対的に落ちるから、ある意味限定キャラなんで、そういう、ほら、ポジティブに考えよう、ポジティブに。もうね、そういう、ダメダメ、別にそういうなんかネガティブ、後ろ向きな発想。もうポジティブに考えれば、この子絶対希少価値高くなるかわからんけど、まあまあ一気で落ちると。いうのはもう確定できるやつなんで、まあまあまあ、持ってる人少なくなるでしょうねっていうのが、俺の中の見解ですね。ゴロゴロニャンさん。最近飛ばされてたさやさんのコメントを意識して拾う小菓子。
やっぱね、意識しちゃうんですね。最近毎回飛ばされる率高いって言われちゃうとね、やっぱ僕もね、あ、悪いことしたなと思うわけですよ。まあね、あんまりこうね、本当にランダムなんでね、結構基本、途中からは。いや、まあ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 、そんなこともありますよ、僕だって。結構慈悲深い心持ってるんだよね、こう見ても。結構慈悲深いんですよ。願い本当にピュアで、優しいんだよね、僕なんかは本当に。多分世界で一番優しいと言っても過言ではないよ、男性なんで。まあその辺がちょっとやっぱり、じんわりね、じんわり出ちゃったっていうのが、やっぱありますよ。それはね。すいません。次、はるさん。よろしくお願いしますと。あ、よろしくお願いします、本当にね。かすみですね。いいですね。グミさん。小菓子は相手いないから、勢力剤には困ってないんだよと。あ、さっきの話ですね。失礼なやつだな。いや、すいませんね。本当にこればかりはな、正直ね、そんなことないっすよ。正直もうね、毎日やりまくりですから、僕くらいな、僕レベルの、僕クラスの男の子になっちゃうとね、すいませんけどね、相手は本当にもう、5万、やっぱ5万いるんで、ファン5万人いるんでね、やっぱそっからやっぱりよりどりみどりみたいなとこありますよ。すいませんけどね。だからまあ、相手いないっていうか、まあまあ、それはね、ちょっと大きな勘違いかなと。グミさんのね、グミさんの、ちょっと、過失がありますね。過信が。過失。それ、決めつけるの良くないから、それ、断定するのはね。そうそうそう。ダメですよ、そういう相手のこと勝手に決めつけちゃったらね。僕だっているかもしれないんじゃないですか、それは。僕みたいなもんでもいるかもしれないんで、そう決めつけられちゃったらね、僕もね、ちょっとね、黙ってらんないというかね、カウンターパンチ食らわしたくなるんでね。本当に。よし、オレンジ君。あの喜びが蘇る。さっきのあれか。もうすごいな。ツイッターで呟いたことがすごいな。そうそう。これね。これのことでしょうね。多分あの喜びが蘇るって。まあだから困ってないんですよね。この辺の。もう本当にね。彼女と高雪の人の猫。今日ツイッター初めてフォローしたよと。カジキのアンナの絵が。あ、ありがとうございます。ツイッターフォローね。ありがとうございますっていうかまあ、これからね、より、密着してね、遊んでいけることになったんでね、そうしてなると。そうなるとね。いやー、あのね、絵はね、視聴者の方が、この動画を見てくれてる、ね、方がね、ちょっと描いてくれて、うわー、ものすごい嬉しいなと。しかも多分あれ結構ね、描きますよって言ってから、日にちちゃったんで、割とね、多分そんなパパパパーと、サササッとね、描き上げた絵じゃないと思うんで、余計嬉しかったんですよね。っていうので、もう、それまで結構、ワンオクロックのタカの絵を、アイコンにしてたんですけど、もう、嬉しすぎて、もう、結構そのアイコンもお気に入りだったんですけど、もう、変えましたね。いや、嬉しいなぁ。ああいうね、絵を描いてくれるとね、もう、すぐ、こう、サムネイルというか、アイコンにしたくなるんでね。嬉しかったー、本当になー。アンナの絵うまいでしょ。本当に。びっくりした。まあ、俺の絵はちょっとどうなのかわかんないけど。なんか目が赤かったもんだって、目が赤いもんだって、あの絵。俺そんなあんな、もうね、クラピカみたいな目の色 しませんからね、本当に。次、リリーさん。物欲センサーの時給安いよと。あ、前にも呼びましたね、これ。まあ高いですよ、物欲センサーの時給は。この話ちょっと忘れちゃったんでね。このくだりちょっと忘れちゃったんですいません、本当に。そうですね。ゆえみさん、ぐしゃさんとかずきさんにタイガーショットと。タイガーショットっていう技じゃないです、多分。タイガーアッパーカートですよ。その辺間違えちゃうと、サガットさん激おこですね。ホジーさん、小賀さんのおかげで、割れ目さん、世界新さんと相互できましたよと。いやー、よかったっすね。あー、よかった、本当にホジーさんね。ホジーさんと多分合うだろうな。だってワンオク好きだもん、だって世界新さんは。割れ目さんはどうかわからんけど。カナリアさん、小賀さんの最近の晩飯は課金のためにやっぱりバナナかなと。いや、バナナはね、そんな、毎回食ってたら薬と同じで効き目がなくなってくるんですよ。たまにここぞと。絶対欲しいぞっていうキャラがいるときに、バナナは食わんとっていうので、そう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 。
次、キャリアさん、フォローします。よろしくお願いしますということでね。リンプイ。チチンプイプイ、リンプイプイね。リンプイ、かわいいな、浮気がな、やっぱりどうしても。これ脇はほんと可愛い。わ、ダメでしょこの感覚。この感覚。めちゃくちゃ、ジェミニ・サガさん。あ、サガさんね。はい、サガさん。チャグマビールは俺の傘下に入れると。いやー、サガさんもうそういうこと言っちゃうとね、来ませんよ、ほんとに。物欲センター働くからな。俺の予想ではサガさんな、多分爆死するでしょうね。すいませんね、俺の予想ですけどね。サガさんはもうガレア持ってるんで、もう何も当たんないでください、本当に。もうガレアしかなって使う気ないんやから、サガさんは。そう。ガレアぶち切り好きなんだから、俺と同じく。で、持ってる以上、やっぱもう、ガレア以外は使っちゃダメですよ、サガさんはもう。や、次、ニャムニャムさん。グシャさんのザ、残念ニャム君の呼び方に涙が出ましたと。あ、シンさんね、シンちゃんね、シンパイセンね。いや残念、リアム。グシャさんもな、ちょっと言葉が過ぎるよね、グシャさんもね。もうちょっとね、リアム好きの人とかの気持ちを考えてあげないと、って俺も思ったんですよ、話しながらね。だからグシャさんはちょっとね、そういう人の、気持ちをね、ちょっと考えられない節があるんで、僕とは違ってね。そう今度はね、注意しておきます。本当に。うん。グシャさんに、ね。響き、ヒックね、10段到達、でも、キチガイ言われたと。いや、キチガイっていうか、まあ、結構10段むずいよ。10段俺絶対行く気しないもんな、マジで。マジむずいからな。あ、レイさん、小賀さん、グシャさんのせいで、腹筋崩壊よ。ワビジュエル希望と。いや、無理ですね、ワビジュエルは。そういう機能が現在ないんでね、ジュエル上げたりとかできないんで、上げれたら上げますよ、それはレイさんには。毎回だって YouTube でコメントもしてくれるし、っていうので、俺、レイジさんにはほんとね、本来のところだったら、ワビジュエルほんとね、2000個くらいあげたいところなんですけど、そういう機能が現状ないんでね。すいませんけどね。いや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 、ほんとになぁ。のろさん、竹川さんね。ぐちゃさんの声、ラバーガールの大水にすげえ似てるんだけど、あー、わかるかも。ラバーガールの背が高い方でしょ、すごい渋いとこついてくるな、ラバーガールとか。結構渋いな。わかるけど、ラバーガールのシュールなネタ好きですからね、結構。八助さん、最近美味しいラーメン屋探すのにハマってますと。小賀神はと。あー、俺もラーメンめちゃくちゃ好きなんで、でも最近なんか電丸よく行きますね。あれチェーン店なのかな。デンマル？北海道ラーメン、デンマル。行くんですよ。最近ラーメンとか、つけ麺が好きでね、すごいつけ麺にハマってて、いや、うまくないですか、つけ麺。でもね、この前何をちまよったか、口内のこと忘れて、いつもの感じで、ピリ辛つけ麺、大盛りを頼んでしまったんですよ。ピリ辛がね、そのピリ辛がね、思った以上に、口内炎に、僕の口内炎を刺激を与えてしまいまして、またね、その時に口内炎がちょっと元気になってしまったんで、でね、ほとんど食えなかったっす。ほとんど食えなかったっす。本当になぁ。タイガーミエさん、カズキ、オムライスにはケチャップ、それともデミグラスソースと。あ、でもオムライスは俺はケチャップ派ですね。デミグラスソースも好きですけど、ケチャップたっぷりかけるのが好きですね、僕はね。まあ俺のね、魔のオムライス、魔法のオムライス食べてしまったら、タイガーミュウさんもね、正直ね、すいません、俺にね、ぞっこんラブですね。正直すいません、めちゃくちゃ惚れると思います。胃袋から掴まれたら多分人間ってもうどうしようもないんですよ、正直。生物的本能でもうその人のこと好きになってしまうというか、胃袋掴まれたらね。だから俺のオムライス食べるときは、俺と結婚する、俺覚悟がないと、もう食えないですよ。正直ね、すいませんけど、本当に。まあ今日はね、こんなところか。わからんけど、ちょっと結構下まで行ってみようかな。
まだちょっと早い気がするんでね。しぐれさん、最近地元勢フレンド増加で小賀心の知名度増加に貢献できたと。どういうことなんだろう。フレンド増加、おー、なるほどね。ありがとうございます。まあ、知名度は別にそんなに、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ありがとうございます、本当にね。いや、しげさんな、しげさんも結構もう長いよ。もう、なんだかんだ言っても結構長い付き合いですよね、しぐれさんもね。いや、結構こう、やっぱね、下に潜っていくと結構懐かしい人もいっぱいいるというか、なんか感慨深いですよね、すごくね。なんかもうほんと心が和むんですよ。すごくね。メルさん、最近の小賀さんのガチャ運良すぎて、茶釜が心配だよと。確かにな、これ読んだな、確かな。本当にね、最近いいんですよ。運がね。背景皆様様。連覇4突4したら無双できると。マジで楽しい。連覇ね、マジ楽しいでしょ。俺でもやっぱ早期相変わらずすぐ死ぬんですけど、連覇はね、使ってて楽しいなーっていうのはありますね。やっぱ元々手数の多い双剣がさらにスピードアップするっていうのは相当楽しいですよ。だって相手がこう狼とかのがこう振り上げて剣攻撃する前にもう死ぬからね。大体は。いやー結構最近腹の調子が悪いな、ほんとな。慢性鼻炎なんでね。いやーすごいなー。いや、白猫ほんとやることないんでね、このフォロワーさんに話しかける以外やることがないんで、よかった、これやってなかったらほんと白猫多分放置してたかもしれないレベルで、今ほんとやることないでしょ。ねえ。いや、ほんとにね。マリノアさん、マリノアアットマーク、一赤さんね。小賀さんの動画見ながら白猫なうよーと。いや、ありがとうございます、ほんとにね。ヒカゴのさん、小賀さん、シャロンの覚醒フォトの太ももが意外と素晴らしい剣と。あ、これ読んだな。確かに、シャロンもあの太ももはずるいよな。絶対領域感がすごい出てるから。ほんと鼻の調子悪いな。ちょっと鼻かもうかな。マジで鼻の調子悪いな。ということで、ね、今回はね、この辺で終わりたいかなと、終わろうかなと思っておる次第でございます。はい。あ、でも今日なんか、あれだな。そういえば何のあれもやってなかったな。なんか、面白そうなやつだからやっぱやろうかな。声ね。でもみんななんかもうやったことあるかな、これ全員な、ほとんどな。な。やったことあるんでね、だいたいこれ。すごいな、痛み多いな、痛み。痛みと雫多いな、ほんとな。すごくないですか、この多さ。あ、すげえ、モラス TM さんとか懐かしいな。ヒデトさん、小賀さん追いかけて。もう最終ログインが13日前ですからね。もう追いかける気がなくなってますね、これ。いや、本当に。ということで今回ね、この辺で終わっていっちゃいと思います。そうですね。由来か。いいだろう。ちょっと似てるな。やっぱレイベンも結構似てるな。由来か。いいだろう。運が良かったな。当たり。運が良かったな。当たりだぜ。運が良かったな。当たりだぜ。
まあ、今日はね、これで締めたいと思います。よし。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイタ、バイタ、バイタ、バイタ。バイタ